第2種電気工事士筆記テストに落ちるわけにはいかないんですって人だけ見て。教えちゃいます、吉田式筆者法テスト前の効率いい勉強法編。こんにちは、本日勝手に設立した吉田塾塾生のののとももです。今日の動画は以前の動画のリメイク兼パワーアップ動画。某有名進学塾の第一線で活躍した経験を持つムムが電気屋 YouTuber のユウさんとタッグを組み、第2種電気工事試験に皆さんを合格させます。ではインタビューを開始します。よろしくお願いいたします。第2種電気工事士の資格を取った時、勉強はどれぐらい前から始めたんでしょうか？前日ですね。え？前日ですね。舐めてます？いや、効率のいい勉強法と知る人ぞ知る裏技を知っている人は強いですよ。そうきたか、それは興味深い。ののも最後まで話を聞いてみようよ。納得しなきゃ帰るんだから。では、はじめに科学的にも実証されている効率の良い記憶法、次に実際どういうふうにテキストを解いていくのかという短期間で成果を出すための勉強方法、で最後に試験当日の問題の解き方っていうのがありますのでお伝えしますね。でここで、知る人ぞ知る裏技をお伝えするので、点数稼ぎの最後の味噌をしっかりと味わっていってください。あとは任せました。排水の陣ですというそこのあなた、人体当たりじゃねえ。やめな、フォロワー減るよ。はい、余裕を持って勉強をしましょう。ちゃうカンペと違うこと言うたら怒られるよ。私これなかなかできないんですけど、流し読みって皆さんできます？メンタリストのダイゴさんとかがやってるやつなんですけど。ウィッシュ。いや違うんですけどね、賢い人たちって1日に10冊とか普通に読めるんだって。物理的に無理じゃない？内容を全部読まないっていうのがポイントで、大事なところを一瞬で判断してキーポイントだけを読んで頭に入れていくと、時間の効率もいいし記憶の定着率も格段に上がるんだって。一文字一文字魂込めてる小説家が泣くよ。いや知らんのよ、我らは合格したいんだわ。この本の読み方が試験にどう生きるの？例えばこの問題を見てほしいんだけど、令和2年下期のやつだね。これだったら低圧、地中配線、直接埋没、使用という言葉だけ拾って、さらに選択肢も最後の CV とか書いてある部分だけ見れば答え分かっちゃうんだよね。ちなみに E の CV 線が正解だよ。正解。いや、うん、正解を言ったからね、正解だろうね。で、こういう計算問題は得意な人はやったらいいのよ。でも苦手な人は適当に丸つけとけばいい。うんうん、時間かけた割に不正解が一番ショックでかいのよな。第二種電気工事士の計算問題は10問ぐらい出るから約20点分ね。まあ勘で6点ぐらいは当ててください。いやいや、勘で20点いこう。でね、この計算問題なんだけど、第二種の試験って過去問の使い回しが非常に多い。この辺は許容電流 1.25、電熱器具30度以下ってところで、オーブントースターだーって覚えてたらすっごく早く解けるのね。いつも20秒もかけずに解けるって感じだね。計算問題すっ飛ばしてやれば1年分13分ぐらい解けるんよ。10年やって130分、2時間ちょいね。急に頑張れそうな気がしてきたな。わかる、テストで見たことある問題来ると来たこれってなるじゃんね。勉強ってそういう経験をしている人間は楽しくてしゃあないのよね。しゃあないことはないよ。はい、ここからが元塾講師の腕の見せ所ですよ。あ、来たね来たね。どんな勉強でもそうなんだけど、問題を解くことは勉強ではないのよ。はっと思った人多いんじゃないかな。これは全人類の 98% が誤解してることなんだよね。ズバリ、勉強とはできなかったところをできるようにすることを指すのである。
だから、たくさんの参考書をただ解いていくのは、はっきり言います。時間の無駄。できなかったところや自信のないところをいかに頭に叩き込んで試験に迎えるかが合否を分けるんだ。そこで、電気屋 YouTuber のゆうさんがくれたこのシート。概要欄に貼っておくから、ぜひ使ってほしいな。自信ありで解いたものには、丸。解いていて自信がなかったものには、三角。全くわからなかったら、バツを書いていくの。丸をつけていて、丸のものは見直す必要なし。バツをつけててバツ。三角をつけてバツは本番捨てるのか、解けるように問題を覚えておくのか、判断をする必要があるよ。丸を書いていたのに、バツはチャンス。覚え間違いをしている可能性があるので、復習して確実に点数を数えていこう。一番怖いのは、三角をつけていて丸のパターンだよ。正解だからといってこの部分の復習時間を取らない人がとっても多いんだ。三角問題を当日確実に正解できるよう復習した人間が勝者となるのです。この勉強方法は東京大学に合格した人たちが絶賛する最も効率のいい勉強法なんだよ。さらに人は感覚器官をフルに活用すると脳が活性化して記憶定着に効果的なんだ。おすすめは声を出しながら書いて覚えること。手、目、耳を司る脳の部分が同時に活性化するので効率がいいんだよ。人って赤ちゃんの時字は書けなくても喋れたりするよね。人は音が特に長期記憶になりやすいので覚えづらいものは歌に乗せて覚えたりすると覚えやすいよ。確かに子供の頃のテレビの CM の歌は今でも覚えたりするもんな。そうそう。あとね、感覚器官って体全体も含まれるから運動しながらの勉強もおすすめ。間違った問題を音読するときにスマホで録音しておいて散歩しながらリピートするとかね。この効率の良さ、わかる？間違えたところを集中的に体を動かすことで脳を活性化させながら音で定着させるっていうね。最高だ。いろんな大学の研究論文では貧乏ゆすりをしながら勉強するのもいいらしいよ。人前ではやめなさい。僕はですね、電気の一級施工管理技師っていう試験があるんですけども、その時は絶対に受かりたかったっていう気持ちがあったので、寝る時も仕事の時もずっと録音したやつを聞いてました。それを一日中流してましたね。周りからはね、吉田式ラーニングなんでね、おちょくられたりもしましたけど。自ら吉田式ラーニングを編み出す執念が素敵ですよ。僕はもともと今もなんですけども、勉強自体があまり好きではなかったんですよね。いかに効率よく覚えられるかっていうのをめちゃくちゃ探求しました。だから今同じようにね、直前でやばいなと思ってる皆さんも諦めないで国家試験に挑戦してみてほしいです。僕の YouTube の動画をコメント欄を見てもらったら、実際にこの方法を取り入れて2日でいけましたっていう声も上がってますし、もしよかったらそちらも参考にしてください。また消えた。あ、ここが一番面白いところじゃんか。うわー、これ言っちゃっていいのかな。いいよ、言っちゃおう。電気工事士2種の選択肢、いろは2の回答数は 12.5 問。それぞれ 25% ずつ均等に振り分けられてるってことだね。実際に過去10年分調べたみたいだよ。ゆうさんの執念、すごい。すごい。これ、知れてる我ら、すごい有利じゃない？い何個、ろ何個って自信のあるやつ数えていって、自信のないやつ、あとは、うまく数に合うように当てていけば、正解の確率、上がるってことだよね。諦めて適当に回答を埋めるぐらいだったら、確率音を利用して、運も味方にしていきたいよね。ののさん、むくくん、ありがとうございました。今、電気工事士の業界は人材が減ってきていまして、一人でも一緒に働く仲間が増えることをとても嬉しく思っています。なので僕は、この動画を見てくださった皆様の合格を心から応援しています。そして僕も役立つ情報とか、ああ、これいいなと思ってもらえるような動画をどんどん発信して、これからもこの業界を盛り上げていきます。
一緒に電工事業界を盛り上げようとか、電気工事士テスト頑張ってみようと思っていただける方、もしよければ高評価やチャンネル登録をしていただけると励みになります。また動画でお会いしましょう。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。